皆さんこんにちは、ハリーです。モッティダッシュ投資でかい。今回なんですけれども、トヨタとピコクじゃ無課金の人はどんな性能が出た時に引けばいいの。さっすがとこー。いや、人獣ヤマトが登場しまして、昨日ですね、最強キャラランキングというのも出してみました。僕がバウンティダッシュで感じてることを全て話してるので、よかったら参考にまでしてみてください。まあね、最強キャラランキングに関してはほとんど自分の体感とかそういうのが入ってくると思うので、10人いたら10人分のね全く違うランキングができると思うのよ。なのでよかったら自分でも作ってみることをお勧めします。ただですね、最強キャラランキングを決めるときに一番重要だったのが、環境の今の中心の問題は何なのっていうことだったんだよね。で、この中心の問題を解決するキャラクターが出たときに無課金の人は引いてほしいと思ってます。それが何なのか、どんな性能なのか、どんなキャラクターで出てくれたらいいのか、そこまで一緒に見てワクワクしていこう。さっそくやっていこう。無課金の人はさ、人獣ヤマト引いたかな。いや、人獣ヤマト強かったよね。どんな性能だったかっていうとさ、よろけが入るキャラクターには投資状態が入りますよっていう性能だったんだよね。おでんとかカイドウのように体力が 90% 以上の時はよろけなくなるっていう性能を持ったキャラクターがいるんだけど、そんなキャラクターでも一発でもね、体力が満タンの時から攻撃をしちゃえば 10% 削れるわけだから、よろけちゃうようになる、プラス投資状態も入るよっていうキャラクターの性能になってたんだよね。これがよろけ無効の状況がないマムに対してはめちゃくちゃ有効でさ、凍傷状態を3回入れるだけで 80% も体力を削ることができるっていう性能になってました。これが主な人獣ヤマトの強さになってるんだよね。いや、むちゃくちゃ強くない？この時点でもうびっくりじゃない？みんなシールド性能っていうのももちろんさ、強いことは歌凍傷で分かってたんだけどさ、そこに状態異常をかけてくるっていう、上さん上手すぎまして、すごすぎる。ということで、新しいギミックを加えまして、新環境キャラクターナムに対して対抗するキャラクターとして登場したのが人獣ヤマトになってました。まあ、ただですね、昨日のキャラランキング見てもらったら分かると思うんだけど、人獣ヤマトは1位じゃないんだよね。いや、なんで1位じゃないのって思った人も多いんじゃない？とかさ、なんだったらマム対抗され始めてるから、ゲッターとして強いのって人獣カイドウの方じゃない？だから人獣カイドウ1位じゃないのって、そう思った人も多いんじゃないかな。だけど他のね、配信者の方とかもランキングとかで表してる通り、環境で1位なのはビッグマムなんだよね。いや、なんでだと思う？みんな、ここが今回のミソになってます。シンキングタイムスタート。はい、終わり。なぜマムが1位なのか、正解は1.5 ゲージが無条件に貯められるからなんだよね。そうなんです。もう勘のいい人分かっちゃったと思うんだけど、マムを倒せても環境を対策したことにはならないんだよ。環境を対策するためにはマムを倒すことじゃなくて、マムが作り出す 1.5 ゲージを対策しないといけないわけなんだよね。つまり今日の動画の結論を言っちゃうと、マムを KO するキャラクターじゃなくて、マムの 1.5 ゲージを対策してくるキャラクターをみんな引いてください。その時初めて環境キャラランキングで1位からマムが降りる瞬間であり、無課金の人が大量にダイヤを使うべきキャラクターの性能になります。そしてこの性能を持ったキャラクターがほぼ確実に 4.5 周年で登場します。よいしょ。誰なんでしょうか？もうワクワク止まらない。じゃあ具体的に 1.5 ゲージってどんな性能なのかっていうのをね、簡単にまとめちゃうと、敵がいたとしても自分がそのお宝内に入ってれば無条件で旗を 1.5 ゲージにできるよっていう性能なんだよね。ちょっと待って、強すぎ、強すぎない？敵がいてもさ、旗が溜まってくんだよ。マムをまずはダウンさせて、旗から出して旗を取らなきゃいけないっていうステップを取ってたんだよね。だけどマムのゲッターモードのスキル、みんな覚えてるかな？敵がいたとしても旗が取れるっていう性能になってんだよ。矛盾、びっくり、矛盾してる。そうなの、マムの対抗策はマムが持ってるんだよ。面白いよね。ということで、ほぼ確実に次のキャラクターの性能には敵がいたとしても無条件で旗を取れるっていう性能が必ず出てくると思います。そしてこれまでの傾向を見てみれば、完璧に対策してくるっていうのがこの 4.5 周年のキャラクターなんだよね。例えば赤犬が逃走した時、赤犬はどんなキャラクターに対策したかっていうと、もうほとんどのキャラクター対策しちゃってました。状態異常を付与するだけで約 30% 確実に削ることができるっていう性能で、かつね、遠距離攻撃、フットワーシュ攻撃を持って登場したので、おでんロジャー環境を終わらせに来ました。そして去年登場した緑シャンクスに関しても超広範囲から飛べる強襲スキルを持ってたりとか、もう無条件で体力を削れるっていう最大体力減少っていう能力を持ってたよね。強すぎる。マジで緑シャンクス強くない？みんな、こんな感じで無条件で何々できるよっていうのが最近流行ってるからさ、状態異常を付与する割合ダメージ、続いて最大体力を減少する緑シャンクスの能力、そして今年登場
動する能力がまた新しく無条件で何かできる性能なんじゃないかなと僕は思ってます。ちなみにですね、神獣ヤマトと同じような感じで周年キャラクターと天後周年のキャラクターの間で登場したキャラクターっていうのはこれまでゼファーとヤマトがいるんですが、このヤマトの方が今回の神獣ヤマトと同じような環境の働きになっていると僕は思ってます。赤犬が登場した後に登場したヤマトなんだけどさ、赤犬環境下でどんな能力をね対抗したかっていうと、割合ダメージを受けても 6% 回復するっていう能力を持ってたのがこのヤマトになってました。 2% ずつ8秒間回復するから 16% 回復するわけよ。強いよね。そして旗が多い時にスキルのカウンターが短縮速度 50% 増加するっていう能力を持ってたりとか、アタッカーに強い性能になってたりとかっていう感じで、赤犬環境下でも戦えるゲッターとして登場したのがこの鬼ヶ島ヤマトだったんだよね。だけど赤犬環境下の中でも一番重要だったのは赤犬を倒すっていうことだったから、ゲッター性能を持ってたヤマトからしてみると確実に倒せるよっていうキャラクターではなかったんだよね。そこで登場したのが3周年の夢ルフィになってて、夢ルフィはさ完璧に赤犬を抑えたじゃん。ヤマトが持ってる状態異常を回復するよっていう能力だったりとか、遠距離から多段攻撃を打てるよとかね、無敵回避性能を持った赤犬に対して強かったよね。そしてマグマがなくなった後の状態異常不要という形で完璧に抑えたからこの夢ルフィになってました。こんな感じで間もなく来る 4.5 周年のキャラクターも赤犬を夢ルフィが抑えたみたいに、マムの 1.5 ゲージを抑えるキャラクターが絶対に来ます。なので無課金の人は引くべきはこの 1.5 ゲージをなんとかする性能であり、マムも倒せるような性能を持ったキャラクターなので、みんなそこだけ覚えといてね。さあどんなキャラクターが出てくるんだろうね。みんな的にどんなキャラクターだと思う？ここまで挑戦キャラクターで出てないキャラクターたちとか全部まとめてみたんだけど、青は青ゲッターと青ディフェンダーがちょっと少なくなってるし、ほぼ確実に青属性で登場するって思われてるから、青属性で見ていくと青ゲッターと青ディフェンダーがまだ1体ずつしか出てないんだよね。だけどもしかしたら個人的には青ゲッターになれたりとか青ディフェンダーになれたりみたいな感じで役職をチェンジできるようなキャラクターが登場しても面白いなと思ってます。そして今注目されてるのは誰が登場するかじゃない？いや誰なんだろうね、マジで。鬼ヶ島討ち入りサンジなのかなとか言われてるじゃん。でもサンジがディフェンダーかっていうと、まあ確かにな、ジェルマみたいな硬さもあるしね、機動力もあるっていうことでワンチャンあるかもしれないよね。とか僕的には黒ひげなんじゃないかなと思ってんだよね。黒ひげってさ状態異常も持ってるじゃん。グラグラと闇闇っていう能力を持ってたりで、すでに赤属性でディフェンダーで登場してるからさ、ワンチャンディフェンダーにもなれるよっていうことで登場してもいいと思うんだよね。ただあの巨体でゲッターかっていうのはちょっとなんかそんな綺麗だろって思っちゃうんで、あ黒ひげじゃないかもなとか思いつつ、サンジ君をちょっと期待してます。みんな誰が登場するかなっていうのをよかったらコメントで教えて。楽しみになってきました。そしてその 4.5 周年のキャラクターの確定数なんだけど、これまでね見てみたら1回目の 1.5 周年がビッグマム1500個で確定、2回目の 2.5 周年が赤犬2250個で確定、その後 3.5 周年で去年登場したキャラクターがレッドシャンクス3000個で確定と、もう1500、2250、3000って全然違うんだよね。もしかしたら今年も2250個の赤犬みたいに3250個、こんな感じも全然あり得るのかなとか僕は思ってます。無課金の人はね、これからどんぐらいダイヤ貯まるのかっていうのは 4.5 周年前どんぐらいダイヤ貯まんだっていう動画紹介してるから、よかったらそっち参考にしてみてください。だいたいこんぐらい貯まるかなとか見やすいになってくると思います。ワンチャンね5周年になるとさ、ニカがもしかしたら登場するかもしれないって言われてるから、ニカのためにダイヤ貯めておくっていう人も多いと思うんだよね。 4.5 周年から5周年までにかけてダイヤどんぐらい配布されるのかっていう動画については後々紹介していくので、よかったらそっちも見てみてね。さあ皆さん、いただきました。どうでしたでしょうか。交渉状態っていう新しい性能をここに来てまた出してきてるわけだからさ、ワンチャン面白いキャラクターがまた登場するかもしれないよね。 4.5 周年までの道のり、みんなバウンティラッシュ盛り上がっていくよ。見ていただきました。次の動画でお会いしましょう。ではまた。